1年で一番使えるマウンテンパーカーというところのご紹介していきたいなと思います。第2位マって書いてるんですね。 340g は切ってくると思うんですね。はい、本日ですねノースフェイスから新作が出ました。1年で一番使えるマウンテンパーカーというところのご紹介していきたいなと思います。ということでこちら2024年の春から出た新作のモデルになってるんですけども、とにかく一番使えるっていう名目で発売されてたんですよ。でほんまかいなって、1年で一番使えるマウンテンパーカーってかなり使うでっていうことなんですけども、それはね皆さんと一緒に見ていただきたいなと思いますので見ていただきましょう。名前がエンライドレインジャケットというジャケットが正式名称になっておりまして、キャッチコピーがかっこいいですよ。着ているのを忘れるぐらい軽いジャケットっていうことで、すごいキャッチコピーなんですけどもね、今回これね刺さる人にはめちゃくちゃ刺さると思います。で逆に刺さらない人はもう全く刺さらへんっていうはっきり分かれると思いますので、そういうところね見ていきたいなと思います。今回着用しているのはですね、いつも通り L サイズを着用しております。ノースフェイスのジャケットを好きな方からしたら、クライムライトジャケットの質感というか触り心地の薄さで、マウンテンライトまでいかんけども、クライムよりちょっと着丈が長くなってるような感じですね。他のブランドで言うと分かりやすいけども、例えばこういうアークテリクスのこのベータジャケットっていうんですけど、アークテリクスで一番人気あるんやけど、こんな感じ、これのノースフェイスバージョンと思っていただければいいんですけど、よくよく見てみるとちょっとやっぱ生地がね特徴的なんですよ。こんな感じで離れとったら黒かなと思うんだけど、近づいていくとこういう風にね格子状にねデザインされてるんですよ。でパーッと離れていくとブラックなんかなと思うとけども、近づいていくとこういうね柄状態になってるっていう感じなんですね。でこれがこのジャケットの最大の魅力であり、最大の新技術であるんですよ。でそれを話さないわけにはいかないので話はしていくんですけども、今回こちらね L サイズで着用してて、お値段がなんと 47,300 円。これがまあ高いと感じるか安いと感じるかって人によって違います。先ほどご紹介したようなアークテリクス、こちらのジャケット今もう7万円しております。もう一個ワンランク上のベータ LT ってジャケット8万円しております。だからこの辺を見ちゃうと、もはやノースペースってコスパのいいブランドになってるんですよね。で同じアウトドアブランドでもアークテリクスはちょっとハイエンドモデルみたいな感じの位置づけに少しずつこう変わってきてるんですけども、 47,300 円、だから5万円切るって考えたら、マウンテンパーカーとしてはそんなベラボーに高いわけじゃないけども、あとはまあ品質どんな感じって感じなんですけど、そこを見ていきたいなと思います。まず最初にですね、こちら注目してほしいところっていうのが、とにかく新技術が搭載されてるんですよ。この生地の網目のところもそうやし、このメインのファスナーのところの止水ジップ、よーく見てもらうと止水ジップやのにこういうボコボコしてる最新の止水ジップが使われてるんですね。で本来旧モデルっていうのはどんなのが使われてたかっていうと、こういうつるんとした止水ジップが採用されてるんですね。でこれがまあ一番定番なベーシックな止水ジップなんですけど、最近こういう止水ジップも少し出てきてるというところで、まず備品の紹介ですよ。でなんと言っても今回で言うとここですわ。この腕のところにゴアテックスって入ってるんかなと思ってよく見るじゃないですか。ほんなら違う文字入ってるんですよ。なんて書いてるの、ちょっと読みましょうか。第2位マって書いてるんですね。何それ第2位マって何って感じなんですけど、この第2位マっていうのがですね、まあゴアテックスとかまあいろいろあるじゃないですか。で第2位マは第2位マで日本とオランダが作った会社なんですよ。でそれがねすごい強度がある、世界最強の繊維っていうのがこの第2位マであるって今最近は言われてるんですよ。1990年ぐらいに出たからまだ話しないけども、どれぐらい強いかっていうとすごいですよ。鉄の8倍から10倍強いって言われてるんですよ。イメージが湧かない、どういうことを言ってるのかさっぱり分からへんけども、とにかく世界最強の繊維であるっていう風におっしゃってるのがこの第2位マなんですね。でその第2位マっていうのは何なんかというと、このね今回これ防水のジャケットになってるんですけど、この防水以上にめちゃくちゃ強度があるんですよ。でそれなんで強度があるのっていうと、この格子状に編まれたのが、今までってこれリップストップナイロンとか言ってたじゃないですか。これリップストップナイロンって言ってたんやけども、それは折り方の話なんですけど、これに関してはこの白いのが格子状にあるんやけど、これがねいわゆる第2位マなんですよ。話が複雑になってきたので、ちょっと待ってくださいね。これ見てもらったら分かるんですけども、こういう風にリップストップナイロンで普通のやつってこう見えますかね。同じナイロンの素材でねこういう感じで格子状になってるかなと思うんですけども、これに関しては黒いところはナイロンだけど、この白い柄に関しては何っていうと第2位マなんですよ。第2位マって何なんていうと、ここタグ見てもらったら分かるんですけど、ナイロンの次ねポリエチレンって書いてる 13% のとこあるでしょ、これが第2位マの元の話なんですよ。だからもう今回その話は覚えんでいいけど、とにかく新しい素材が使われてるっていうところで、この新しい素材すごい丈夫っていうところなんですね。だからここにクライムライトジャケットあって、クライムライトジャケットと同じ二重デニールなんですよ。で二重デニールで薄く軽く作られてるから、この後紹介もするんですけど、このようにねスタッフサックにも入れれるんですよ。でこれ入れるぐらい軽くて持ち運びができるんやけども、さらにクライムライトより丈夫に作ってるよっていうところが今回の注目ポイントなんですね。だからすごい丈夫さを求めてる人は刺さってるけど、そうじゃない人は全く刺さってない。でもっと言うと、これ何のために作られたかっていうと、街中で着るっていうところはもちろんできんことはないんやけど、最も一番のメインはチャリらしいんですよ、自転車。だから自転車乗らん人からしたら、はい、ここでね動画を閉じていただいて、次の動画に行っていただければいいんですけども、いや僕チャリンコ乗るよっていう方だけね引き続き見ていただいてもいいかなっていうぐらい、かなり限定的に絞られたジャケットなんですよ。だから新作にしては思いっきり尖ったジャケットを作ってきたなっていうのが、このエンライドシリーズなんですね。パンツも多分あると思うんですけど、それが何がすごいんかっていうと、このようにねジャケット締めるでしょ。ジャケット締めた時にこの自転車の
こういう姿勢になることを考慮して作られてるから、例えばフードとかをこう被った状態にしただけでもここに余計な余白がないんですよ。普通とか言ったらこのドローコートでビューって引っ張るとかあるけども、設計自体にこの余白がなくて多少の空気が入るように設計もともとされてるんですよ。でそれでいてこのベンチレーション、もう普通ってベンチレーションってここにファスナーついてるでしょ、バーっと、じゃなくてここにね1箇所だけちょっと穴が開いてるんですよ。でこれはマジックテープ、ベルクロで止めてるタイプになってて、このベルクロでパチって止めたり外したりするんですけど、このワンポイントだけなんですね。だからファスナーとかはもう全くなく、自転車乗ってる時にねこのベンチレーション開けるのってできないでしょ。だからそういうのでここをパッとやってもらえたら、こうパッとこれだけでベンチレーションが開くように設計されてたりだとか、あとねこの胸の部分がリフレクターになってらっしゃるんですよ。リフレクターこんな感じ、わからねーわからない、まあなんかこんな光ってるっていうのはちょっとだけわかります、まあ、こんな感じですわ。まあ、なので今回はそうやってね防水のジャケットなんですけども、このダイニーマが防水って勘違いされる方結構多いんちゃうかなと思って、このここにダイニーマって書いてるから、あダイニーマっていう防水が出たんやと思われるかもしれないですけど、ダイニーマはあくまでこの格子状の話で、防水に関してはメンブレンを使ってるとしか言ってないので、おそらくノースエースが独自で持っているようなフューチャーライトとか、あとそのそれ以外にやったらドットショットとかで使われてるような、そのあたりのね生地を3層にしてやってるんやと思います。でこのフードのところにちゃんと芯が入ってるんですね。だからこうやって折ったらこの形になるし、ピュッて戻したら戻す形になってるんですよ。でそれが今までクライムライトとかにはなかったじゃないですか。もうクライムライトって高校野球のね智弁和歌山ぐらいこうツボ曲がってるでしょ。これ大阪桐蔭こんなことしてませんよ。智弁和歌山ぐらいってこれぐらい曲げてくるから、こうなったらもう戻らないんですよ。だからもうそう一回智弁和歌山だったら、はいあなたもうこれ智弁和歌山としてずっと入れてくださいって感じだけど、こっちはね自由が利くから、ちょっと今回は大阪桐蔭で行こうかっていうところも行けるし、ちょっと今回智弁和歌山風で行きたいなとかね、そういうのも楽しんでいただけるっていうようなジャケットになっておりまして、一回中に全部入れてみると、はいと、まあ、こんな感じにねあのちっちゃくなるわけなんですよ。で重さがちょっと見てみましょうか、どれぐらいの重さかというと、これ乗せると342で、まあ、この袋の重さもあるからおそらく 340g は切ってくると思うんですね。これがねどれぐらいの重さなんですかっていうとね、まあめちゃくちゃ分かりやすい例としては、皆さん仕事終わって家帰って冷蔵庫開けたら何します？あの缶ビール取るじゃないですか。あの缶ビールって 350ml だから、ちょうど缶ビールと同じ重さなんですよ。でそれを、まあ、リュックとかカバンの中に入れてても、まあ、そんな重くないよねっていう感じの、まあ、仕様ということになってはいてるんですけども、まあ、正直言うとここからデメリットにちょっと入らせてください。デメリットは何なんかっていうとね、まあ、今回からめちゃくちゃ新しくなってますよ。生地も新しくなってる、ファスナーも新しくなってる、もっと言うとこういうスタッフバッグっていうの、こういうちっちゃいのとかももう最初からここゴム仕様になってるんですよ。だからここでこう調整してギュッてやるとかって別にやらんでも、もうこういう風にゴム仕様になってるし、あとこういったなんていうのベルトみたいなのがあるから、例えばリュックにこうつけたり、リュックのこの肩部分にこうガチャンってつけたりすることもできるように仕様はアップデートされてるんです。でさらにクライムに似てるんやけども、これダブルファスナーの仕様になってて、クライムライトジャケットっておそらくシングルファスナーが嫌っていう方も一定数いらっしゃったと思うんですよね。でそれがこのダブルのファスナーになってるから登山の時とかに使えるとかっていう方も絶対いらっしゃるので、それはすごいアップデートはされてきたんですけども、ここまで求めてないっていうことで、街中で着る時にこんなスペック求めてるかっていうとあんま求めてないから、どっちかって言ったらもうちょっとこのデザインとかをこの格子状はやめてほしいなっていう、この柄ちょっと嫌やなって、離れてる時にあ黒かと思ってて、僕も購入する時にあブラック買おうかな、ブラック買ったら届いたらえこの色頼んでないねんけどと思ったら、ようよう見たら全部こんな感じだったんですよ。だからこのダイニーマが全部そうっていうわけじゃなくて、ダイニーマでもこういう感じにならん同色にやってるやつもあるんですけど、あえてデザインを白を入れてると思うんですよ。これ黒やったらわからないんですよ、この格子状がわからへんけども、それをあえてわからすためにこれ白にしてダイニーマって入れてると思うんですけど、多分チャリンコ乗らへんくて街中で来たい方からしたらいらない、それも全くいらないと思ってはる方いらっしゃると思うんですね。だから1年で一番使うジャケットっていうモチーフやったんですけど、まあ1年で一番使うかなっていうところは正直まあ微妙っちゃ微妙な感じはしますよね。だからスペックとしての問題ってほぼほぼないと思うんですよ。ただ防水ジャケットなんで劣化しますかっていう話になってくると、おそらく僕の見解では劣化しないっていうことになります。でなんで劣化しないのかっていうと、これも話し出したらすごい長いんやけども、簡単にまとめると、今までって表地があって中の裏地があって、でこれで2層ですよね。で最後にスプレーかけて 2.5 層、要は 0.5 をスプレーで加工してるっていう状態だから剥がれてきたんですけど、これは3層なんですね。表地があってこの第2マタちゃんたちがいてて、メンブレンを挟んでる、これゴアテックスと全く同じ色で、最後ナイロンで閉じてるから、いくら中が劣化しててもボロボロ剥がれてくる可能性はないので、綿密に言うと劣化はしてるんやけども、それが生地というか表上には反映してこないだろうなっていう推測はできるんですよ。だから生地の劣化ありますかって言われると、生地の劣化はないような気がします。ただ中では劣化してる可能性はあるけども、別に防水
の機能も保たれると思いますので、そんな劣化とか、性能面の問題って僕あんまないかなと思うんですけど、ちょっと自転車に寄りすぎてるということでね。だから逆におすすめの人どういう人っていうと、めちゃくちゃ自転車に乗ってる人はいいと思うんですよ。例えば学校の先生とか、あとそれ以外にあったら会社の通勤で自転車使ってるんで結構多いと思うんですよ。特に学校の先生チャリンコ乗ってる率高めやから、なんで車で行ったらあかんからね。こっそり車で行ってる先生バレますよ、そのうちね。バレたら懲戒免職食らうから気をつけてくださいね。誰とは言わんけども、そういうことがありますので、まあ自転車乗る方とかやったら、行きしなは例えば雨降ってました、でも帰り雨降ってない時あるでしょ。そういう時なんかは袋にパンって入れちゃって、学校の先生9割9分リュック背負ってますので、リュックのところにポンってかけてあげれば、わざとこうやって持ったりする必要ないのでいいですし、あとまあバッグの中に入れれるんですけど、いきなり雨降ってきて、で途中ですぐ止む時あるじゃないですか。ほんならジャケットはびちょびちょやから、この袋入れてもこの袋濡れるんですよ。ほんならそれこのリュックの中入れてったら、ちょっと成績表が濡れたり、大事な書類が濡れたり、そういう同意書が濡れたりしてきたらそれ困るから、そういう時なんかはこういう風にリュックのここにこうカチャンとね、こうカチャンとかけてあげるというようなジャケットになっておりますので、まあ自転車乗る方、あともしくはそういうダイニーマとかちょっとこだわった素材とか、そういうのが好きな方、ちょっとクロート向けというかテキスタイルのクロート向けになってくるんですけど、そういう方なんかには非常に面白いジャケットになってくるんじゃないかなと。なんでかというと、とにかく軽いし、今までのジャケットよりも相当丈夫に作られてるんですよ。なんつったって鉄の8倍から10倍ですから、ほんまかどうか知らんけどね。だからちょっとした針裂けとかちょっとした引っかかりぐらいやったら全然破れてこないっていうところなんで、まあ、軽くて丈夫 でなおかつ防水のジャケットを探しはるって方なんかにはドンピシャと思うんですけど、そんな人が世の中にどんだけいてるかわからへんねんけど、今回はそういった新作のジャケットということになってました。だからまあこれ見ていただいたらわかる通り、ちょっとじゃあクライムも着ようか。着丈がちょっとクライムは短いんですよ。これで L サイズ着てますから、だいぶ短いでしょ。さっきの白 T がはみ出るぐらいな感じなんで、あ、短いなっていう印象あると思うんですけど、こちらはね T シャツよりも長いし、でもちろんこの辺のポケットなんかも止水ファスナーが使われてるし、こっちのファスナーは従来のファスナーですね。こういう従来のファスナーが使われてて、なおかつこの腕のところにもベンチレーションがついてるので、このベンチレーションで風がピューってチャリンコの風がこう入ってくるような感じのベンチレーションがついてたりしますので、まあ、ほんまに自転車乗ってる方にはめちゃくちゃおすすめと思うんですけど、そんなところですね。で今回気づいたところとしては、やっぱりノースフェイスが値段はそんな変わってないけど、アークテリクスがこう上がり続けてるから、アウトドアブランドでもすごいこう差がどんどん開いてきてて、イメージ的にはアークテリクス、ノースフェイス、モンベルっていう価格ですよ。価格の順番がね、そういう感じにちょっとなってきたんじゃないかなと。まあパタゴニアがどこに位置してるのか今分かってないけども、そういうことになってるんかなっていうのがね、今回の気づきということになっておりました。だから新しいもの好きとか自転車乗ってる方なんかにはね、非常にいいジャケットになってくるんじゃないかなっていうことと、あと逆にバイク乗ってる方なんかにはおすすめしませんっていうのも、ここに風が入ってくるので、バイクの方とかはどっちかって寒いと思うので、ここはあんまり穴が開いてない方がいいし、ここにもベンチレーションはない方がいいと思いますので、まあ、同じ似たような乗り物なんですけどね、そのあたり自分の趣味思考と合わせながらね、見ていただければなということで、本日はですね、こちらエンライドジャケットを紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。